とりあえずルーター使い終わったら基本必ず掃除をするようにしてください。ちょっとね時間がなくてもう掃除ちゃちゃってやっちゃったんでちょっと申し訳ないですけど、ビットも外してください。でプレートも洗って、ここにガラスの粉が溜まってると思うんですけど、これも極力掃除してきれいにしてください。で、まあ、なんで掃除しなくちゃいけないのかなんですけど、もちろんきれいにすることも大事なんですけど、特にこれね、ビットを掃除しない人ってここのねネジの部分にもこういう細かいガラスの粉って入っちゃってるんですね。そうすると何日も何ヶ月もってほったらかしてると、この粉がガッチガチに固まっちゃって、もう石みたいになってこれ取れなくなっちゃいます。取れなくなると困っちゃうんですよね。ということもあり得るので、極力は毎回外して、で水で洗うっていうことをちょっと気をつけてください。削ったガラスから削った時についた粉を落として、番号を全部書き終わったら、カッパーテープを巻く前に一度こういう形で型紙に置いて確認をします。全部ピースがちゃんと揃っているかとか、各ピースの大きさが合ってるかどうかっていうのを確認します。で平面の型紙に並べて、まあまあ OK ですと、じゃあカッパーテープ同テープを巻きましょうの前に、一度この型の方にも貼ってみて合わせてみることをおすすめします。でなんでかっていうと、これね平面じゃないですか、でこれ立体面でしょ、やっぱりねこっちに合わせると、あれ入らない、大きさ合わないぞってことが多々あります。本当にあります。これ作ったことある人ならあるあるです。これ平面でですね、ガラス並べて、おぴったりじゃないってなったとしても、モールドの曲線に置くと、あれなんか角が当たっちゃってうまく入らないってことがあります。まあ、それで今みたいに平面とこの曲面でガラスが合う合わないってこともあるし、そもそもね平面の型紙のデザインの大きさだとかね、とここの型に書かれてるこの大きさとかが全く違うぞと、型紙通りに完璧に切って完璧に削ったのに、ここに合わせると全然大きさが違う、長さが違う、なんかここの曲線具合が全然違うってことが結構あります。でその辺は正直不良品ではないです。昔からそういうことが多かったので、そんなものです。でそんなこんなの理由があるので、本来はカッパーテープを巻く前に全て一通りこのモールドに貼ってみる、一度全部ね、それをおすすめしたいです。そこでピースが合う合わない、形が違うとかっていうのが分かるんで、で合わなければまたルーターで削り直したりっていう調整をして、でここに並べて完璧にしてカッパーテープを巻けば、ここに貼った時にびっしり綺麗に貼ることができると。いうことなんですけども、ルーターで削ってカッパーテープを巻く前の段階できっちり全部きれいに貼ることができた、じゃあ全部剥がしましょう、テープ巻きましょう、巻いたらまた貼りましょう、二度手間じゃないと、それちょっと面倒くさくないですかって思うじゃないですか。もちろんそれをやった方がいいんですよ、いいんですけど、少なくともやっておいた方がいいと思うのは、ここのねキャップっていう部分が置かれる場所のここの縁、まあ1段目って言えばいいのかな、もうほんと最悪1段目、まあ、もしくは1段目2段目ぐらいは一度ここの型に貼り付けて形大きさを確認することをおすすめします。せめてここだけっていう感じね。でなんでここだけは確認した方がいいのかってことなんですけども、その説明の前にガラスをどうやってここの型このモールドにちょっと貼っていくのかなんですけど、正直ね何でもいいんです。
両面テープとかでも全然いいです。あのね、また後で出てくるんですけど、あのハンダ付けをする前にモールドに貼り付けるときには、タッキーワックスっていうものだったり、ランプのりっていうものだったりを使います。ただ仮に押さえるための段階でタッキーワックスとランプのりは使わない方がいいです。で、とりあえず仮に貼り付ける、確かめるためだけに貼り付ける場合に何で貼り付ければいいのか。で、さっき言った通り両面テープでもいいです。で、僕なんかはこれを使います。なんだったっけ、ひっつき虫ってやつね。これ中にこういうものが入ってて、まあ、ちょっと使っちゃってますけど、なんかね、ちょっと固めのガムみたいな感じかな。あ、こっちか。で、これね、好きなだけこうやってね、ちぎるんですよ。なんか伸びて、こんな感じ。ガラスにちょっと、まあまあちょっと貼っつけて、これをちょっとギュッと押さえつけて貼ると。これね。で、これは何回かは使えるので、一回剥がして、でまた他のところにつけてもまたつくよと。まあ、ちょっと硬いがみたいなので押さえつけてつける、何回かは使えるっていうね、こういうものがあります。僕はこのひっつき虫ってちょいちょい使いますけど、あのステンドの材料で、何だったっけ、ペタッとっていう商品もあります。これぶっちゃけ一緒です。あのちょっとちぎってでペチャってくっつけてっていう、なんか粘土っていうかガムっていうか、まあ、そんなネチョネチョはしないですけど、まあ、そういうものです。ペタッとっていうのを使ってる人もいると思います。多分僕も使ったことあります。同じような感じです。で、両面テープでもいいんですけど、両面テープって次剥がすときに結構きつくなっちゃってたりするんで、まあでも正直両面テープでもいいですよ。で、このように、まあ本当はここずっと一周ねなんですけど、まあこのように仮に貼り付けてみました。で、何を見るかというと、この上につくキャップ。キャップってね、まあ大きく分けて2種類あって、こういうペラペラの真鍮のキャップ。これをこう上にかぶせると。こういうパターン。でももう一つ、こういうね、GP キャップセットって言って、リングホイールキャップっていうのが3点セットっていうのもあるんです。で、これがこうやってキャップ。で、このリングとホイールってやつね。で、これはまた、使うときには説明します。これを使う場合はここにこう置くんですね。で、こっちの方が見やすいかな。こう型、まあ、モールドの型通りにガラスを置くと、今回はこのリングとの隙間が、もうカメラでわかるかな、まあこんなもんです。あのぴったりガチッと当たってはないですけど、リングにガラスがガチッと当たるわけではないですけど、ある程度ちょっと隙間空いてるぐらいね。ただこれちょっと極端にしましたけど、全然ここの縁のデザインよりも実際のガラスの方が短いとか小さいとかなって、あれ？ここのリングに全然届いてないなんてことになると、これ全部ハンダで埋めるのって言ってもさすがにちょっと厳しいだろうと。で、こんなことになってくると、もう一回ガラスを長めに切り直しってことになります。で、その時にこの段階で気づいてれば、ああここだけちょっとやり直そうで済むんですけど、カッパーテープを巻き終わって、はいハンダ付けするぞっていう時に、ここ全部はいもう一度やり直しですよねってなると、ちょっとへこむっていうね。これにこういうキャップをもし使うにしても、あれ届かないぞっていうこともあるかもしれないっていうことです。なので前もって全部確認した方がいいですけど、ここの1段目ぐらいは確認した方がいいと思うよっていうアドバイスです。もちろんね、逆もあります。なんかちょっと長すぎるぞっていうことも考えられます。まあその場合はちょっとまた削って短くしないといけませんけどね。あ、そうだ、あのね、ペタッとっていう商品は、すいません今ちょっと手持ちになかったんですけど、あの材料屋さん、ステンドグラスの材料屋さんに扱ってるところもあると思います。なんかペタッとってありますって言って使ってみてもいいですし、で今回紹介したこのひっつき虫ってのは、これね、ホームセンターでも売ってるらしい。売ってるお店もあると思います。でもまあ毎度毎度なんですけど、ネットで探した方がもう今は早いし確実ですね。こういうのも使ってみてもいいと思います。まあもちろん両面テープとかでもいいですよ、全然。というわけで、まあここだけの確認をするもよし、
全体的に確認をするもよし、全く確認しないもよし。で次にカッパーテープをひたすら巻きます、今回ね401かあるんで、とにかく今からひたすら巻き続けます、ではテープを巻いていくんですが、実際ちょっとテープの巻き方だけ簡単に言うとか、本当ちょっと簡単なんですけど、どうしようかな。こんなはずでは。よし。終わったー。もう無理。もうやだ。もう無理。もう当分やりたくないな。もう無理だ。もう。指痛い。もう。